おはようございます、クワです、現在僕はですね、成田の第一ターミナルの北ウィングに来ております、今回ですね、クレイジージャーニーが放送休止となってしまったので、せっかくなんでね、YouTube にも動画上げてみようと思って撮り始めました。今回の目的地は、ニューカレドニアとバヌアツで少数民族に出会う旅です。今成田空港なので、早速チェックインから始めてみたいと思います。では、行ってみよう。はい、とりあえずチェックインが完了したので、ご飯食べたいと思います。12時5分のヌメアですね。これに乗ります。というわけで、チェックインと本源さんもへあれにゲート前に来ました。というわけでニューカレドニア到着しました。7時間ぐらいです、ここから荷物受け取って入国審査して、携帯の SIM をゲットしようと思います。あれ、 SIM カードがない。空港から出ると、ツアーの人が待っておりました。みんなで乗り合いで行くみたいです。めっちゃ広いけど電気少な。無事ホテルの部屋に入りました。とても広いんですが、マジで電気が薄暗いです。あれ、照明あんのかな。1個2個しかないですね。今時刻は0時32分とかですね。疲れました。よいしょ。クーラーとかでもちゃんとあって、冷蔵庫はないのかな。ここなんだろう。あ、ここに冷蔵庫はありますが、別に冷えてないです。お風呂、まあ湯船はなく、ただシャワールームとトイレと、まあ洗面台と、まあ基本的に綺麗な感じで、そんなに別に嫌な感じはしないですね。